はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとちゃんです。さあ今回はスカーレモンのブラスカーエルのブラックレモンですね、こちら紹介していきたいと思います。これ前回、先月かな、12月、2022年の12月にスカーレモン、めっちゃ間違って作ったスカーレモンがめっちゃ強くなりましたっていうやつが あげたんですよ、動画で。それのさらに強い版ができちゃいました。前回がちなみに攻撃力42なんです。今回が 43.8 です。で射程前回71で、今回 71.3 で、初段精度、連射精度、反動力性、それぞれ全部高くなってます。初段精度だけちょっと微妙だったかもしれないけど、で連射力も 14.23 という風に前回よりも少しだけ上がってるということで、前回よりもさらに強くしたスカーレモンご用意してきました。どう作ってたかっていうと、リスナーさんに言われた FNFNC ロックスター、ロケッティアか、これをね、まあ本当はねアイスフォックス2個入れて、で 3F 目でスカーレモンだったんですけど、まあ、せっかくなんでと思って 1F 目 2F 目と M16A2 オリエンタルレッドをぶち込んで、で 3F 目にスカーレモンで作ってたんですけど、まさかまさかのとんでもねえスカーレモンがね誕生しました。でこれ前回よりもちょっと射撃訓練場で撃ったんですけど、使いやすかったです。圧倒的に使いやすかったです。なので今回こちらを皆さんに紹介していきたいと思います。じゃあやっていきましょう。間違って、ああ痛い、スナイパー持ってきたんで、変えてきました。いや本当にねこの武器使いやすいんですよ。で09手袋使ってるからってのもあるけど、16手袋を使えばもっと反動を消すことができます。なのでまあ一番いい、なんで、ああガリバーか。いやレティクル見たことねえぐらい広がった、びっくりしちゃったよ。レッドロボなんてまたまたね珍しい武器ですね。やばい、何もできずに殺されてます、やられてます。私ヘッドをもらっておりますね。おそらくグレネードをまず避けるってところから始まってるからね。あー弾入れたと思ったけど俺も入れられてました今。なんか光ってないこれ、ブラックレモンってこういうなんかあれつくんだ、エフェクトっていうか。あーくそー、出てくる開くなと思ったらカックだったね。あのコンビには勝たないといけない。いやー惜しい、ちょっと入れただけ。やば、後ろからやられそう。ここに待機させていただきます。あーごめんなさい、一気に盛り返した。やっぱりね爆発力があるっていう武器はね大事。いやー無理無理無理、もう見えなかった、もう空と敵が合体してる今の、すごい分かんなかったよ今。俺自分の自己責任だけどね、あんなのね見えねえのは自分の目が悪い。年々視力が落ちてってるからね、年とともに。いやー気持ちいい今の、頭2発入った時はほんと気持ちいいなこの武器。ちょっと待って、あの QBU はしばきに行く。あ、しばかれてる。なんだかんだめっちゃ追い上げてね。24とか25だったもんね。頑張った。さあ、やっていきましょう。どっちもいい名前のやつがいいな、これ。どっちの下ネタが強いかだな。伊藤結構下ネタのネーム好きなんでね。こういうのつけてるよっていう人いたら教えてください。探しに行きます。痛い、痛いのは嫌い。あ、帰る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 。ただいま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 。待って、ヘルメットつけてないけど大丈夫？何この、待って、このスキン何これ？何このスキン？何のやつのスキン？これケスカ撃たれる？大丈夫？怖すぎなんだけど。ちょっと一回みんなで、一回みんなで冷静になろう。ちょっとこのスキン気になるな。スキン効果とか知ってる人いたら教えてください。あ、グレネードかと思った。渡ったな、多分。渡ったんじゃないか、今。違うか。しょうがない。支援要請。しょうがねえな。あ、取れなくなったってやつ？あ、大丈夫。取った？よかったよかった。これ全然意味ないんですけどね。あ、ありがとう。これね、一番いいのは、まあ、内側を出ていくことなんですね。どうした？いきなり殺意増し増しじゃない？
手榴弾投擲。いないよね、大丈夫だ。一番いない。危ねえ。トピューに回復してもらったから、さっき俺。トピューの方向を向いてればやってみれる、やってくれる。トピュー、トピュー、トピュー。ありがとう。トピューありがとう。ガチ感謝。30秒しかないんで、マガジンチェンジ、こっち行きましょう皆さん。よしよし、絶対一人投げないから。今向かってるわ、そっちで。よしよしよし、勝った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 。100削ったかんない今。関係ねえ関係ねえ、設置設置。リロード。ふぅ、敵を。あっごめん、こっち、わかんない、もう頑張って。大丈夫？しよう！しよう！しよう！おー、ナイスしよう！最後は笑ってたね。火力高え！こないだの F2000 よりも圧倒的に高いっすね。どう44出てたでしょ？こないだ44出なかったからね。31とか、まあもうちょっとあっても32、3ぐらいだったな。ボタン削ってるってのもあったけど、削っててもこんなに出なかった。40出たらいい方。いや、やべえのいるよ。ナイス。やめてやめて。逃がしません。手榴弾投擲。あ、なんか間違えて撃っちゃった。全然撃つ気なかった今。あ、トッピーじゃねえ。あ？ええー、後ろにおるよ。一発食らったらアウトでもないか。さあ1対2、あと1ラウンドは取っていかないとまずい。手榴弾投擲。来ねえかな。ナイス。上いるんでしょ。これすげえ強そうじゃない。センター上がりしてあげたい。ない。オーマイガー、オーマイガー、来んなって言ってる。こっち来んなって。いや、これはもう音出してあげるべきだな。いやー、マジで詰めてきてほしい。ナイス、でかいでかい。あと人数かければいける。あ、下がってたんじゃね。痛くせえぞあれだろ。いや、今いた気がする。間に合わないはず。あと一緒に行動するだけだから。大丈夫、上は俺が見とく。クリア。よし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 。やっぱ早えな、レッチャー。中円やべえわ、これ。金、中、円、全部やべえ。
前のエフィニ戦は中炎がねすんげえ強かったんだけど、これはなんか全部やべえ。あーやたかした、頭入れた、ナイス。上がってくるか、ここでカバーしてあげたい。ワンチャンここにいるとこの隙間に抜かれるからね、気をつけてね。多分やってくれる、ナイス。手榴弾投擲、よくやったわ。いやこのしゃがみになった時ガチエグい。あとは多分センターでしょ。あセンターやってくれたんか。手榴弾、ガチ強えんだけど、このブラックメレモンマジで強え。戻したくねえなこれ。さあ3対3いい勝負。センターだけ取るか、センターは取るか、もう見えねえぞ、大丈夫か。あー行ってあげたいけど、そうなんだよな。手榴弾投擲、目標地点の偵察を動く。目標地点の偵察を要求する。追ってくしかねえんだよな。こっちだ。いやー無理だった、外してくれ、頼むから。はい、というわけでね、あと一歩及ばず負けてしまいました。いやめちゃくちゃ強かった、ほんと強え。これあびっくりしたマジで。前使った時はねもうちょっとできないと距離があったんだけど、関係なかったね、あまりにも強くてびっくりした。これほんと戻したくない。これね実はまあ FNFNC ねこれ作って、いや戻したくねえなーと思って、実はもう1本これ作ってあります。なんか2本作ったけど、こっち1本作って、あこれ1個作ったんだけど、多分これねもう1回作り直すと思います。なんかこれがやっぱ最低限かなと思ってて、でこっからさらに攻撃力を結構伸ばしたいんで、なんと見えないな、ちょっとな、これ消したくねこれめっちゃいいね、マジで。このスカレモンはちょっと消せない、もう2本くらいなんか試作で作っていいのができればまた紹介していきたいと思いますので、その時は楽しみにしててください。いやほんとスカレモン強かったです、多分もうこれはこれで終わります。このスカレモン最高に強いんで、面白かったです。またね次回、すごいいい武器作ったんで、楽しみにしててください。お疲れ様です。